今回は選手にはどんなルーティーンがあるのを徹底解明していきます。ということで今回やってきましたのはボートレース住之江。この日は年末の大一番グランプリ、盛り上がってますね。あ、申し遅れました。私漫才師の増田岡田の増田でございます。皆さんの気になるネタを徹底的にスクープしてまいります。よろしくお願いします。さあ最高峰のレース、迫力ありますね。それは置いといて、調査調査調査行きましょう。選手がいてる競技部はこっちの方ですね。すいません、こんにちは、失礼します。入らせていただきます。さあ一般の人が入れないところにどん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 入っていかしていただきましょう。さあここが選手が作業してる競技部ですね。あ、本題に戻りましょう。選手の皆さんはどんなルーティーンがあるんでしょうか、見ていきましょう。あれ、この人の敬礼ちょっと他の人と違いますね。あの長い敬礼をしてんのは原田幸也選手でしたか。原田選手、あの敬礼どんな意味があるんですか。そうですね、レース展示終わってあの本番のレース臨むまではいろんな考えとかいろいろ作戦とか、まあ、考えてるので、まあ、それをあの1回リセットして頭の中を真っ白にしてから乗り込むようにしてます。なるほど、そういう意味があったんですね。無の状態になって集中するっていうのがこの長い敬礼につながってるんですね。さあこの手を広げてるポーズももしかしてルーティンでしょうか。このポーズしての誰でしょう。あ、中島康平選手ですか。なんであんな仕草してるんですか。そうですね、もともとはなんか、なんでしょうね、まあケチな話になるんですけど、まあちょっとでも見てもらって半投票が一票でも上がればいいかなと思って最初はやり始めたんですけど。まさかのファン投票ですか。もう癖づいちゃってるんで、なんかリラックスできるというか、そんな感じになってるかなと思いますけど、はい。なるほど、そういうことやったんですね。ちょっとしたきっかけがルーティーンになっていくっていうことですか。さあ続いてやってきたのはクイーンズクライマックスで盛り上がっているボートレース、大村。早速ピットの方に行きましょう。こんにちは、入ります。さあクイーンズクライマックス、クイーンっていうのは女王、クライマックスってことは最高潮、つまり女子の祭典でございます。さあさあ、もう華やかな女子選手がいっぱいいますね。あら、ぴょんぴょん跳ねてる選手がいますよ。これもルーティンちゃいますか。誰かな誰かな、あ、川野芽衣選手ですか。川野選手こんにちは、なんでジャンプしてるんですか。なんかこう緊張がほぐれるらしくて、ジャンプして一番最後にドンってこうやると緊張がほぐれるって聞いたんでそう、緊張しいなんでやってます。確かにレース前にジャンプしてる選手結構いますもんね。さあ続いてはこの1号艇、体パン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 叩いてますね。え、高見盛りかな、誰かな、あ、小野聖奈選手ですか。小野選手いつも体叩いてるんですね。はい、上手前に5回自分の体を叩いて、でもスタートのことを思い浮かべてボートに乗ります。それをしたら買ってくれてるお客さんとか、家族応援してくれてる人のために怖いとか言ってられないなっていう気持ちにはなります。やっぱり怖い時もあるんですね。応援してくれてる人のことも考えるなんて、この選手感動ですよ。最高のレースを最高のパフォーマンスで挑むためにいろんなルーティンをやってるんですね。とても勉強になりました。あなたの気になる疑問募集します。たくさんのメールをこちらまでお待ちして、増田岡田。